WBA 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、今試合開始のゴングが鳴りました。おっと左、これは軽く顔面を捉えていったホトロ、ボディからアッパー、ボディからアッパーです。コンビネーションブローを見せました。川島さん、はい、ホトロこのボディ、いいボディ持ってますよね。そうですね、今ボディからアッパー、すごいいいコンビネーション。そうですね、はい。さあ第1ラウンドの攻防を経て、そしてこの2ラウンドに入ってきました。ワン、ツー、スリーと細かいパンチを出してくる。おっと左、このテンプルのあたりに左を出してきました。この後も怖いですよね。だんだん距離を潰して、いつの間にか連打連打でこのノックアウトに持っていくという、はい、左のアッパーです。この接近してから長谷川さん、はい、結構いいアッパーを出してきますね、チャンピオンで。あ、そうですね、今また細野もらってしまいました。左アッパーは出してますよね。当ててるんですけど、やっぱしクンサート選手の右アッパーの方が綺麗には決まっているように見えます。そうですね、残り間もなく10秒になります。この第2ラウンドです。チャンピオンのプンサワット、そして無敗のチャレンジ、左のボディ、左のボディ、効いたか、効いたか、いい左のボディがチャンピオンの脇腹をえぐりました。考えてみればバズーカというのは対戦車砲ということで開発されたわけで、戦車の異名を取るこのプンサワットを倒すことは運命づけられた、そんなこの2人なのかもしれませんが、これ長谷川さん、一発、ああまともらった、まともに食らったら怖いですよね。そうですね、やっぱしアッパーじゃ見えないパンチなんで効きますね。ちょっと細野苦しい表情になっているぞ。細野が苦しい表情になっている、呼吸が苦しいか。もちろんチャンピオンはここは見逃さないでしょう。右アッパーだ、細野左フックを返した、足を止めた、足を止めた、右アッパーが嫌ですね。左ボディブロー、右アッパー、川島さん、右アッパーですか、はい、チャンピオンのあの右アッパーですね、はい、あれがちょっと鍵になりそうな、いやですね、はい、まあ、細野選手も左のボディアッパーを今当ててるんですけどね、はい、また右アッパーもらった。今度は左のクラ、細野、左のボディブロー、ちょっと細野が状態がかがむような感じになっています。ちょっとどこかパンチが効いてしまったのかな。細野巻き込むような右ロック、これは細野練習していました。WBA 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ第4ラウンドに入りました。まず右からお見舞いしていきました細野です。もう一度右を出していった、今度は中間距離のパンチを出していきます。左のジャブを出していきながら、そして右につなげていきたいという細野です。長谷川さん、はい、インターバル中に細野の表情を見ましたが、ちょっとあの鼻からの出血気になるところですね。そうですね、やっぱり、結構出てましたんで、はい、今は大丈夫かもしれないですけど、後半ちょっと鼻血が出続けるとやっぱしんどいですね、はい、そうなると長谷川さん、少し戦い方というのはチャンピオン、いや細野考えるべきですか。そうですね、まあ、細野選手の体格も上回っていると思うので、はい、接近戦もいいんですけど、まあ、たまにジャブついたりして、距離を取って戦うのも一つの作戦じゃないかなと思って、はい、まあ、自分は見てるんですけど、はい、左のボディから見込みは右を返してきました細野です。細野選手も多分気が強いと思うの で、 そうです、ね、やられると多分前にカット出てしまうところがあるじゃないですかね、その辺川島さん、はい、ね、直属の後輩ですからよく ですね、気は強いんで、打たれれば打たれるほど前に出ていくタイプだと思うんでね、それからなんといっても細野は負けるなんてことはもう微塵にも思っていないというのがこうナチュラルにすごいところだなという印象ありますよね。その打ち合いをもう受けて立とうというチャンピオン、そして細野、あるいはどこかで足を使うという、そういったクレバーなところも両者どこかで見せるかもしれません。わーっと左のフックだ、ガードの外から回し込んだ、ナイスフックですね。そして左のボディーライン、フック顔面を捉えました。しかし全くそのダメージはないぞというような表情を見せるのがこのチャンピオンです。この顔色が何も変わらないですね、チャンピオンは。ちょっと童顔なんですけど本当に変わらないんですよね。変わらないですね。でこれで最終的にフォーカスが打ってくるという、はい、ミシミシとキャンバスを踏みしめてこうやって出てくるのがチャンピオンです。細野返した左、ロングレンジの左を出していきます。いやー、一発がどこで、一発がどこで当たってしまうのかというこの試合でありますが、さあ距離を縮めた、左のアッパーだ、チャンピオン、リングの中央、距離を縮めて、どちらがここで先に出すか、右のクロスカウンターだ。僕はこのラウンドは細野選手、上手に戦っているとは思うんですけどね、その上手さというのは、右のクロスカウンター、はい、接近戦を、ボリ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 から画面、はい、ごめんなさい、はい、まあ、A 距離で戦っていると思います。はい、いや、それそれです。ちょっとただ今ボディ連発で川島さん、はい、もらいましたね。そうですね、さっきのラウンドで右アッパーをすごいもらったので、はい、このラウンドはちょっと距離を取って戦ってると思うんですよ、はい、それがいい形にはなってると思うんですけども、
ただ川島さん、細野はですね、通常の階級、通常でも苦しい中よりもさらに近い強打のアタックですが、ボディは効くでしょうね。やっぱり、ボール右、細野の右、これはいい右が入った。チャンピオンまともに食らいました。今度は左だ、今度は左だ。第4ラウンドが終了。ここからは勘定奉行がお送りします。最新業務パッケージ奉行 i シリーズが新登場しました。奉行 i は Windows 7、 Windows サーバー2008にいち早く対応、64ビット環境で快適に動作します。インターネットとの融合も強化され、最先端の業務環境が実現したようです。企業の業務効率化への貢献が期待されます。 OBC の繁盛奉行にお任せあれ。すでに涙を流していらっしゃいましたけれども、お母さんどのような思いで見ていらっしゃいますか。ああ、もうドキドキしてます。はい、お母さんにエールを送ってあげてください。頑張って、頑張ってほしいです。全く効いていないという顔が怖いな。おミラッパー、チャンピオンのミラッパー、チャンピオンのミラッパーだ。細野はたもらってしまった。一瞬動きがふわりとなりました。細野です。やはりアウト、細野返した。チャンピオンも返す。第5ラウンド終了。ラウンド6、さあ第6ラウンドに入りました。この戦いは12回戦、しかし両者の戦いからするならば12ラウンドのゴングを鳴ることは聞くことはないでしょう。さあ第6ラウンドに入りました。グリーンのトランクスが細野無敗の挑戦者、1階級落としての世界アタック。白のトランクスがプンサワット、2階級制覇のチャンピオンです。おお、右を出してきました細野です。細野の右のオーバーハンド、右のストレート、ここはうまくチャンピオンがかわしています。チャンピオン接近してきた。川島さん、はい、何度もなくですけども、チャンピオンのうまさというのはそこかしこに出てると思うんですが、さすがチャンピオンという、川島さん、はい、どんなところをご覧になりますか。やっぱりこう、まあ、要所要所で必ずあの見せ場を作るというか、はい、近い距離を作って右アッパーボディを打ち込むとか、はい、やっぱりうまいですよね。第6ラウンドに入りましたこの攻防です。どこかで一発、その一発が入るかもしれない、そんな戦いの中、試合は第6ラウンドまで入っています。チャンピオンが左を出してスーッと前に出てきます。そういえば長谷川さん、はい、長谷川さんが1階級上げてスーパーバンタムに上げるならば、この2人の勝者というのは当然長谷川さんターゲットに入ってきますよね。まあそうですね、まあ1階級上げて戦うんであれば、まあ、もちろん、この2人の勝者になるとは思うんですけど、まあ現役のチャンピオンの長谷川さんの目から見て両者の戦いというのはここまでどうですか。いや、もちろんプーンサート選手はチャンピオンで、ホソの右、右のフック、ショートレッジ、はい、左の周り、はい、すいません、まあ、強いのは分かってたんですけど、ホソの選手はこんだけ一都会級を落として、苦しい減量をしているのに、まあ、ここまで素晴らしい試合ができるというのはやっぱすごい精神力だなと思います、ね。はい、まあ、長谷川さんもね、バンタム級で非常に苦しい減量を強いられながら戦っているわけですが、ただ川島さん、はい、この苦しい減量を乗り越えてこそチャンピオンになる価値があるというものですね。そうですね、やっぱり一都会級さホソのは下げてるので、まあ、確かに、スタミナとかもきつい部分はあるんですけども、苦しいでしょうね、ボディも。まあ、でもそこを乗り越えないとやっぱり世界っていうのは取れないですから、ね。そうですね、はい、食いしばって打ち合おうというこの細野、このチャンピオン、偉大なるチャンピオンに対して細野が頑張っています。右を出していった細野、細野右を出した。苦しいボディの連打を食らうたびに、そのスリムになったボディが効いてくるかもしれません。どこでその一発が入るのかという、これ、ミラ、ミラ、ちょっと効いたか、ちょっと効いたか、チャンピオンが今、瞬、膝が落ちるような感じになりました。今、川島さん、ちょっと足元にいいの入りましたかね、はい、そうですね、ちょっと気の抜いたところに右が入りました ね、 いましたね、はい、さあ、細野のバズーカはどこで火を吹くのか、左のフックです、細野の左のフックのバズーカ、あるいは右のオーバーハンドというのを隠し持っているんじゃなーと、右、チャンピオンの右、もう一度右だ、細野、ちょっと動きが止まった。細野ちょっと動きが止まった。苦しい表情になっている。第6ラウンド残り10秒を切ってきた。細野苦しい、チャンピオンが前に出る。細野チャンピオン、チャンピオンの右だ、ボディを返したところ第6ラウンドが終了しました。6ラウンドも相変わらずのこのパンチの交錯となりましたが、ショートレンジの右がチャンピオンの顔面を捉えて一瞬ガクリとしました。ラウンド7、
さあ試合は第7ラウンドに入りました。あるいは1ラウンドで勝敗は決するかもしれないというこのノックアウト率の高い両者の試合は思いもかけない第7ラウンドまで入ってまいりました。少しずつ少しずつ両者も体力を消耗してきたこの後半戦に入っていますが、ボディボディときましたチャンピオンです。川島さん、はい、その体力も消耗し始めた頃だからこそ、はい、その一発というのが効いてくるというのはありますよね。そうですね、ここからはやっぱりあの厳しいラウンドがあのスタミナ的にはきつくなってくると思うんですけども、はい、まあ、でもあのいいパンチ自分が当てるチャンスもいくらでもあると思うので、はい、頑張ってほしいですね、はい、場内からは大きな細野コールが沸き起こっています。東京ビッグサイト、この特設リングで細野が無敗のチャンピオンと駆け上がることができるか。チャンピオンが攻めてきた。ここは気をつけた方がいい。このロープ際はチャンピオンの主戦場です。ワンツースリーと出してくる。チャンピオンうまくそのアングルをずらしていきます。左のフックを先に振ってくるチャンピオン、白のトラックスのチャンピオンです。まあ、あのチャンピオン の, あのプンサード選手はあの接近戦でも打った後必ず体勢を左右どちらかに入れ替えたりする、はい、あの技術を持ってるんで、そこら辺も接近戦うまいなと思いますね。そうですね、島さん、はい、チャンピオンサイドですもんね。ラウンド間に話を聞いたらまさかこのラウンドまで行くとは思ってなかったというふうに答えてくれました。あ、そうですか。やはりそうでしょう。両者ともあるいは前半戦の決着というのは頭にあったでしょう。さあ試合はこの第7ラウンド、右のアッパーだ。これが怖い。この右のアッパーが怖い。今度は右のボディストレート。チャンピオン川島さん、はい、ボディ効いてるでしょうね、細野ね。そうですね、まあ、ボディは結構まとめて打ってきてるんで、はい、ここからですよね。でも細野もね、そうですね、ここをもう一踏ん張り二踏ん張りして、はい、やっぱりチャンピオンになれるんですから、はいはい、今右のクロスカウンターを見せていきましたが、この細野、あの大橋会長、強烈なパンチの交差から大橋会長がチャンピオンの右のジャブ、あ、左のジャブで本人も右のジャブが得意ですといったところで予定通りやはりそうだなという、おっと細野の右です。左のボディを出していきました。ということはチャンピオンがジャブを出したところ、細野が何か考えているというのもあるんでしょうかね。そうですね。さあ接近した、接近しての打ち合いになる。ここはスーッとパンチの威力で下がっていく両者です。左のジャブの付き合いになる。チャンピオン少しガードを下げながら接近して右ロックは細野、非常にこのジャブもナックルが効いて相手に威力を与えることができるようになったと細野は話しています。そのジャブが相手のこめかみのあたり、眉間のあたりにコツンと当たっています細野です。チャンピオンがガードを固めてもツー、今度はボディへ、細野のボディ、左のボディだ。チャンピオンもボディはもらっています。第7ラウンド残りは10秒を切りました。左のジャブ細野、見合ったところ最後は左。第7ラウンドが終了しました。第7ラウンドの攻防です。接近してはチャンピオンのこのパンチが細野の顔面を捉えてくるという中でありますが、細野もしっかりと返しています。どこでノックアウトが起こるのか、その一発は見逃せないという中であっという間の第8ラウンドを迎えました。この試合です。 WBA 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、グリーンのトランクス、無敗の挑戦者細野、このまま無敗のチャンピオンへと駆け上がることができるんでしょうか。非常にこのノックアウトという明確なダウン、あるいはそういったシーンがない中で進んできたこの第8ラウンドですが、今日はテレビジャッジとして森田健さんにお越しいただいておりますが、森田さん、はい、ここまでの攻防はどのように点数を見たらよろしいでしょうか。細野が1点いいんですが、あのこれはあの手数が多いのと、はい、それとあの最初前半のアッパーがよく効いてた、はい、ですからあの1点差で細野がいいんです、はい、でも、後半来ましてですね、この7ラウンドなんかはワンポイント取られてますね。あ、そうですか。ですからこの後どうなるか、はい、左が交錯するということで、非常にこの採点というのは見方一つで難しいところがあるわけですが、世界戦100戦以上というこのジャッジで経歴のある森田さんは現在は細野に1ポイントつけているというところです。細野が4ラウンド、プンサートが3ラウンドというここまでです。さあ第8ラウンドはまもなくあと半分になろうというところでありますが、チャンピオンの方もあれですね、こう左の細野右左ボディ、プレッシャーをかけるだけじゃなくて、はい、打って離れて打って離れてをちょっと今やるようにしてます、ね、うまいことこう足を、ね、使うようになってますよね、はい、ちょっとポイントのことを考えてるのかなと思いますね、はい、
このあたりが川島さん、はい、チャンピオンのうまさなんですよね。そうですね、はい、やっぱキャリアですよね。あの戦前の予想では前進していくって打ち合うこそチャンピオンだというのがありましたけども、はい、引き出しはあるわけですからね。島田さん、はい、この前のインターバルで大橋会長はですね、プーンサワットも絶対焦ってるはずだからと、そしてボディーブロー効いているぞと、そういうふうに指示を出しました。おー、そうですか、ボディーブローが効いている。長谷川さん、はい、今のリポート聞いていかがですか。まあ、確かにいいボディたくさんプーンサワット選手入れられているの で、 そうですね、効いてるとは思うんですけど、はい、やっぱし顔に一切出さないですし、またプーンサワット選手の方がこのラウンドはボディをたくさん打ってるんで、細野選手も今までのラウンド以上にボディを打ってほしいとは思います、はい、そういった中で進むこの第8ラウンドの攻防でありますが、また接近した、おでこが一瞬つくほど接近した両者です。ガードを下げて誘い込もうというチャンピオンです。わずかにこのラウンドステップインステップアウト、足を使いながらという攻防になったでしょうか。このチャンピオン細野が中間距離から左のジャブ、顎元へ拳を縦にして顎元へ左を出していきました。足を止めた細野、狙うか、どうか、チャンピオンが先に出してきた。左から右、チャンピオン、チャンピオンの右だ。細野の一発にチャンピオンが3つ出してきました。接近した、打ち合う、細野前に出る。このラウンドも時間がなくなってきた。細野が前に出る。第8ラウンドが終了しました。Windows 7採用、武行 i シリーズが新登場しました。インターネットとの融合が進み、税制改正などの自動アップデートサービス武行 i メニューや OBC メッセージセンター機能を搭載、次世代業務パッケージへと進化した模様です。これにより武行 VERP とともに最先端の業務環境を実現します。 OBC の繁盛武行にお任せあれ。いい、お互いにいい打ち合いをしてますね。そうですね、ボディブルもボディから顔面へ、チャンピオン、チャンピオン手数があります。接近した時にまとめて出していきます。長谷川さんも今おまつになってしまいましたね。まとめたらもうスッと距離外して、ショットさ自分のパンチがもらわない距離に行くんで、はい、やっぱポイントを考えていると思いますね、接近して左のアッパーだ。今度は左のアッパーをもらった細野、顔面が揺れました。細野がまた今度は左、鼻っ柱をかすめるような左の服ですが、鼻血の出ている細野にとってはこういった一つのパンチも苦しいかもしれません。今度は細野がアッパーからパンチを出していきます。左のボディだ、左のボディ、すぐに下がる細野、ワンツー、右が交錯した、チャンピオン出てきた、左のボディもらった、細野が左のボディをもらいました。しかしここは全く意に介さずという感じで前に出ていきます細野です。ただこの中で長谷川さん、はい、それでも両者、あーっと、ワンツースリー、ワンツースリー、いいパンチだ。おー、左、チャンピオンの左、効いたか、効いたか、チャンピオンの顔面を跳ね上げた。今度はボディへ、顔面ボディと打ち分けて、さあ細野ノックアウトを狙うという、あー左のアッパー、チャンピオンの左のアッパーです。細野もらいました。背中がチャンピオン、左のアッパー、細野食いしばって前に出る。細野の左空を切りました。細野のバズーカイズ吹くのか、火を吹くのか。第11ラウンドガードを下げていきます。あー、この辺りなんでしょうか長谷川さん、はい、確かにこうガードが下がっているというのはチャンピオンありますよね。そうですね、あそこをうまいことつければいいんですけどね。そうですね、意識した時はこのムーリーガードは上がりますが、少しこういう時に今またガードが下がってきます。細野左から右出していきました。なかなか完全なダメージというパンチを叩き込むことはできないという感じの両者、残りは30秒を切りました。第11ラウンドです。ほら、チャンピオン目の前だよ、目の前だよ、目の前だよ、うわ、強烈なパンチが到達する。チャンピオンも出てきました。もう足を使うという選択肢はありません。いや、もしかしたら最終ラウンドダウンシーンもあるかもしれないです、はい、そんな攻防がもうすでに見られています。さあ細野、2階級制覇のこのチャンピオンを倒して頑張ってほしいですね。黒のベルトを手に入れることができるか。島田さん、チャンピオンも足を止めた。はい、細野陣営ですけどね、大橋会長に行くとちょっと採点わからないなと言いながらですね、細野にはしっかり拳に力込めて殴ってこい、手を出せと言いました。いや、そうでしょうね。松本トレーナーはとにかく杭が悪いポイントを引き出しました。いいボリですね、細野のナイスボリー、
消えたでしょう、これは消えたでしょう。細野の左のボディは大橋会長直伝の左のボディ、チャンピオンを捉えました。これは明確に、これはいいポイントになるでしょう細野。さあボディが効いた、今度は顔面だ。第12ラウンドに入りました。もう残りは半分を切っています。まあ、今のボディから顔面まで返したいですね。そうですね、いいボディがチャンピオン、もう一度左のボディです。島さん、チャンピオンサイドですか。はい、チャンピオンサイドのポイントは五分だと、パンチを出していけ出していけという指示です。はい、左から身を出していきました。となりますと左、先ほどの左のボディは大きなポイントになるでしょう。そして大きなダメージとなっているでしょう。まもなく1分だ。さあ細野、残り1分、チャンピオンも前に出てくる。さすがこの辺りは戦車と呼ばれるこのチャンピオン、ミシミシとキャタピラーのように踏みしめて前に出てきます。そしてバズーカと呼ばれる一発は残り50秒、炸裂することがあるんでしょうか。期待を裏切らない試合、本物のボクシング、両者の話はこの第12ラウンドに凝縮されました。さあ放送残りあと10秒を切った。左から右、チャンピオン、チャンピオンも返す。第12ラウンドが終了しました。試合終了、判定と持ち越されました。WBA 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ採点の結果をお知らせいたします。ジャッジラウル・カイズ114対114、ジャッジトム・ミラー115対113、ジャッジマイケル・リー117対113。以上2対0の採点をもちまして、勝者スティールWBA 世界スーパーバンタム級チャンピオン、プーンサバット、フランキー・ジグル。判定の結果は1人がドロー、2人がプーンサバット、2階級制覇のチャンピオンが防衛となりました。細野残念、タイトル獲得はなりませんでした。さあそして長谷川さん、はい、試合中にも少しお聞きしてしまいましたが、長谷川さんが階級を上げるならばプーンサバットはターゲットの1人となります。長谷川さん、どうご覧になってますか。まあそうですね、まあ、戦うんであれば非常にいい選手ですし、はい、相手にとって不足がないというぐらいの強いチャンピオンだと思います。そんな日がひょっとして来るのかもしれないなというこのプーンサワットグラテンティーンジム、防衛を果たしました。このスーパーバンタムに上げて2度目の防衛を果たしたということになります。試合は今の心境どんなものですか。いやショックですね。ショックどういったところが。いや、もう勝てなかった、はい、右ちょっと拳を途中で8ラウンドぐらいで8ラウンドぐらいで効いたパンチってありました。右アッパーが、はい、確かにやっぱアッパー結構3ラウンドぐらいで、うん、まあ鼻に当たって、うん、うわーつわーと思いましたね。楽しかったっていう。あ、いや、本当にもうすいませんじゃ、許しませんよ。2-0 だから、まあ、細野が世界レベルだったっていう試合を証明した試合であるし、やっぱりまあ次からちょっとフェザー級にちょっとやっぱりもうこの関係ちょっと無理なんで、まあ、ちょっとこれまあチャンスだったんで話が来て、うん、まあ、それでちょっと無理してやったんだけど、やっぱりちょっと本人は何も言わないけど、ちょっとフェザー級がやっぱベストだね。ยังมีสูงครับที่จะได้กลับมาเป็นแชมป์โลกสถาบันหลังอีกครั้งได้แน่นอนอีกครั้งใช่ไหมเขาเคยไปมาครั้งไม่เขาเคยเป็นเขาเป็นโอบีเอฟแต่ถ้าเขามีโอกาสที่จะได้เป็นแชมป์โลกครับ